時刻は9時6分です。ここからは金曜映画劇場にご出演の春日太一さんとともにお送りします。おはようございます。おはようございます。あの今日のすっぴんインタビューのゲストに、はい、米粒社協日本語学者としてご活躍の三九達夫さんをお迎えするんですが、はい、です蝶々がございますね。知ってんだよ、もう逃れられないよ。恥ずかしい。いや僕三九さんの本を探して、はいはい、読んでたら三九達夫春日太一って書いてあるから、しかも俺たちの BL 論、いやお恥ずかしい限り、ボーイズラブ論、そうですね、そういう人だったの、はい、いやいや、あのこれはまあもともと前置きにも書いてあるんですけど、うん、もう三九達夫さんが、まあ、僕のまあ友達なんですけど、もうあの昨日も結構あの彼の番組出させてもらって、あの12時まで一緒だったんですけど、あの BL がすごく面白いと、でハマってるの分かってる、まあ、頭のいい人だし、うん、何か理由があるんだろうなと、で駒入れて聞いてたんですけど分からないんですよ。だからちゃんと一度聞いてみたいというのでイベントやらせてもらって、それでまあ僕は生徒としてあの話を聞くと。三九達夫さんがまあどちらかと主にお話になって、先生で、そうです、僕は生徒役としてやってるという、はい、でもね、やってるうちだんだん洗脳されてそう、私が洗脳されて途中で追い越していくみたいな瞬間が出るので、まあ、あのドキュメント本にこれはね なってますよね、結構暴走してますよね。そういやもう本当にね、なんてことを言ってしまったんだろうとか書いてしまったんだろうというところで、もう時代劇は全部 BL に見えてくるっていう、いやもう本当にその後ね、ありとあらゆる映画とかがそういうふうに見ようとは見られてしまうということで、そうすると結構ね楽しく見えるというか、以前もなんか戦国自衛隊の時でしたっけ、はい、 そうね、そういう表現をお使いでしたよ ね、 そうですね、まさにあれ実はこの時からそうですね、戦国自衛隊とかね、ゴッドファーザーとかね、そういうのがどんどんそういうふうに見えてきてしまうということで、元に戻りたいぐらい普通に見れてた時代に一度そういう視点を持つと世界がガラッと変わっちゃうってことがあるんですね。変わりますね、すごいですよね、まあみずみずしく見える女子のってやつですね。そうですね、うん、本当にでも楽しいですよそれは、はい、ということで、ではコーナーに参りましょう。今日はまた違った世界がコーナーでも見られると思います、はい、お楽しみに春日太一の金曜映画劇場です。月に一度俳優や監督などについて鋭く解説していただきます。映画史時代劇研究家の春日太一さんです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、不女子の本当に驚きました。春日さんには月に1回ご出演いただいているんですが、はい、この1ヶ月はどんな感じをお過ごしでしたか。そうですね、もう完全に夏バテしてましたね。もう暑さにやられて、もう私も暑さに弱いんでもう瞬殺でしたね瞬殺もうだからこのおそらく昨日初めて久々に外出たぐらいで、もうコンビニぐらいしか行きませんでしたね。じゃああと2ヶ月ぐらい大変じゃない。大変です。だから一応今日でほとんど主だった仕事が今夜で割と終わるので、あとは引っ込んでる、あのもう夏休みに入るつもりでいます。あのちょっと7、8は、はい、なので、はい、そんな感じで過ごしました。夏を楽しむという発想はあまりならないですね。夏は毎年あの体調崩すんですよ風邪ひいたり熱出したりと、子供の頃からそうなので、はい、冬は平気なの。冬はね元気なんですよ。冬男なんですね。冬男ですね。夏がもう本当に苦手で、確かにね、あの何年かこの番組にご出演いただいてますけど、はい、顔が緑色になるの大体夏ですよね。そうなんですよ。で風邪ひいてマスクして現れたりとか、大体そうですね、去年もずっと3ヶ月ぐらい789ずっと風邪ひいてましたから。珍しい人いますね。そうなんですよ、ね、体調管理に十分お気をつけください、はいはい、頑張ります。さあ今日の映画なんですが、はい、これまでの春日さんの流れとは全然違いますね。そうですね、思い切って変えてきましたね、はいはい、まず女性が主人公ですからね、はい、そうですね、はいはい、今日の映画は1987年公開劇場版スケバンデが、ね、ございますけれどもね、微妙にリバーブがかかりましたけどあすいません、はい、いやそうなんですよ、あの実はここ2回あの取り上げたのが比較的って思いっきり陰惨な時代劇で、うん、でまあいろいろそういうの専門だと思ったんですけど、そうなんですよね、で、まあ、実際それ得意なんですけど、うん、でこのあとおそらく9月も陰惨な時代劇が待ってるんですねでそれがちょっと続くのもあれなので、ちょっと一度箸休めと言ってはなんですけど、ちょっと爽やかな風を一つ入れようじゃないかというので、はい、あの僕は、はい、
これね、スケバ劇場版スケバンですが、はい、スケバンでか見てましたし。あ、そうですか。あ、それテレビシリーズの方、っていうか僕南野陽子のファンだし、はい、ちょっと照れくさそうな顔で今。いや、個人的には大変嬉しいんですけど、はい、しかもでもなんで春日さんが、僕もね、南野陽子大好きなんですよ。あ、やっぱり同志だと。そういうことじゃないですか。この映画がまた大好きなんですよ。いいよね、本当に素晴らしい映画で、この南野陽子可愛いよね。そうですね、だから去年初めて南野さんにちょっとお会いして、した時もう完全にファンの顔に私戻ってて、あのもう喋りができません。時代劇だけじゃないんだよね。そうですね、まあ、この子は特にまだ子供でしたから、子供の頃の最初に憧れた女性ぐらいな感じで、南野さんは30年前だもんね。30年前なんですよ。87年ですから、ちょうど30年前ですね。そうですよ。で、今もお話に出ていますが、はい、主演が南野陽子さんなんですが、すね、はい、あのスケバンデカのテレビシリーズってサイトが最初が斉藤由貴さん、2代目が南野陽子さん、 で、ね、でその後3姉妹のシリーズがあるんですけれども、ね、あの3姉妹シリーズもこの中に出てきてるんです ね、はい、すね。これはちょうどその、まあ、スケバンデカ2少女と仮面伝説がテレビシリーズであって、うん、それがまあ1年終わって、で次あの第3弾 の、 その風間3姉妹が始まって、うん、その始まってその風間3姉妹をテレビでやってる最中に劇場版が公開になったので、ね、その風間3姉妹もまあゲスト出演的な形で出てくるという感じだった、うん、だからテレビシリーズのその、スケバンデカ2が終わって何ヶ月後かの世界なので、うん、風間さん自身も同居できるということにはなってるんですよね、うん、はい、初代は出てきてないけどね、はい、そうです ね、 ね、うん、はい、あのスケバンデカそのものからも何やねんという話もあると思うの で、 うです、ね、知らない方も、ね、30年前ですからね。もともとは和田真嗣さんの漫画の作品を、はい、ありまして映像化したもの、で斉藤由貴さんのやった第1作目はその原作に比較的忠実にやってたんですけど、この第2弾から完全にオリジナルでやって、ね、まあ、あの鉄仮面をかぶらされて育った少女が、あのまあ、スケバンデカとして、スケバンデカってそもそも何かっていうとう、ね、あの警視庁 の、 あの超法規的、組織というか超法規的な存在で、うん、あの表でそういう警視庁動けない学生の事件とかを裏で解決していくということで、それで、まあ、あのスケバンが選ばれて、デカをデカはあの刑事や、学生刑事ですよね、学生刑事、学生で刑事、それでその桜 の、 あの紋章が入ったヨーヨーで相手を倒していくっていう、はい、まあ、話なんですけど、特にこのスケバンデカ2は話がどん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 大きくなっていって、あの大変なことにはなっていったんですけど、でこれでまあ重要なのはその暗闇司令と長門博之さんがやってるんですけど、この暗闇司令が毎回命令がこういうこいつを倒せっていう、うん、来るんですよ、暗闇司令はだから上司に当たる存在ですよね。そうですね、警視庁のまあ中に、はい、部局のトップ、部局のトップなんですけど、謎の大きさ好きのトップです、はい、でその間をつなぐのはエージェントっていう存在なんですけど、この時にそのまあ第 2代目朝宮咲、まあ、スケバンデカの代々朝宮咲を名乗るんですけど、その2代目朝宮咲のエージェントが西脇という男で、これを蟹江慶三さんがやってまして、でこの蟹江慶三さんのエージェントっていうのはもともとその南野陽子のその朝宮咲の父親と実は父親が実はもともとエージェントだったんですけど、うん、その朝宮咲ので親友同士だったんですよ。ところがある事件に巻き込まれて、そうです、ある事件に巻き込まれて、うん、その南野陽子の父は死んでしまうんですね、うん、であの久々にこの南野陽子をあの地方から呼び戻、土佐から呼び戻してスケバンデカにするときに父親代わりになるんですね、彼は、うんうんうん、それで普段はその南野陽子にいる学校の先生をやってるんですよ。でこの先生としてはかなりだらしのない先生で生徒たちからバカにされるんですけど、裏にもあるとすご腕のエージェントで、しかも父親代わりで、あの結構、ね、いい関係なんです2人が、あの例えばただ事件を追うだけじゃダメだからということで、あの試験勉強とかも一緒にやって、家庭教師みたいなこともやってあげたりとか、うんうん、あるいは南野陽子はその敵に勝てなくなって壁にぶつかった時は2人で柔道着着て海岸で特訓やったりとかそういうこともして、最終的にはその巨大な敵と戦うんですけど、そこで暗闇司令までも敵についちゃって、味方が誰も南野陽子いなくなるんですよ、朝宮さん。その時に唯一西脇だけがあの南野陽子に味方になってくれて、一緒に敵に戦うっていう感じで、本当に2人であの二人三脚で戦ってきたテレビシリーズ。それにまああの相良春子のビー玉お京と、それから雪乃さんという吉田明恵、ね、この3人が組んで男の友情みたいな感じ、熱い友情で戦っていく話なんですよ。悲しいな源一郎さん、はい、好きだったでしょ、はい、このね土佐弁が浅宮先の、はい、そこ出身なんですよ、はい、いかんぜよとか言うんですね、そうですね、そうぜよって、あの、お前ら許さんぜよだ、南野陽子が言うんだよ、はいはい、そうやめ通せとかね、あれ女子高生が言うから美しいよね、はいはい、いいんですよ。で微妙にこのなんでしょうね、うまくないんですよ
ちょっと棒読みっぽいんですよね。そう、ちょっと噛んじゃうような感じ。これが可愛いですよね。ちょっとしたったらそうな感じがね、なんかバカなファントムみたいですね。多分ね、アクションやるときは顔がね凛々しくなるんですよね。これが本当にかっこよくて、でちょっとさ、はい、運動神経あんまり発達してないっぽいんだよね。そうなんですよね。そうで彼女、まあだからでもテレビシリーズにずっとこの見直したんですけど、うん、スタントのシーンがどんどん減っていくんですよね。あ、最初スタントだ。そうなんですよ。でこの劇場版になると半分ぐらい自分でやってますね。それは改めて感動しますね。進化していったんですね。そうですね。あ、ツイッターで菅子さんから、はい、東映の奇才、田中秀夫監督の名作だね。名、はいはい、作ですね、はい。で、この本当に劇場版で、うん、で、まあ、巨悪を倒して、うん、ついに普通の高校生活を送るようになったんです、朝宮の先は。テレビ版、テレビシリーズ。はい、で、あ、じゃあこの映画のストーリーですね。はい、で、映画の冒頭も普通の高校生になってるんですけど、それがある事件に巻き込まれてしまう。それは地獄城という、まあ、城がありまして、東京湾上にあるんですよ。そういう島が。で、そこにですね、まあ、ある、ちょっと、テロリストがクーデターを狙う、うん、元警視庁ですかね、あ、自衛隊員か、それが、ね、まあ、身分を隠して不良たちを集めるんですよね。その構成するために。で、彼らを教育という名のもとに私兵として、まあ、洗脳していくわけです。あ、そしてクーデターを構成するみたいな施設っていうのは一つ話題になった時代でしたよね。で、それをそのクーデター用の私兵に育てていって、うん、はい、でその学校自体が島になってて要塞なんですよ、はい、そこに南野陽子たちが攻略というかその倒しに乗り込んでいくという熱いアクション映画、熱い、ね、なんですけどもね。熱いよこれは本当にね、アクション映画としても日本映画史上屈指の映画だと言ってもね、ええ、爆発シーン、ええ、ものすごい使ってない、すごいですよ。あれちょっとさ、危ないぐらい爆発してるよね。危ないぐらい爆発してる。あのね、ヘリコプターと戦うんですよ。あったあった、よく当たんなかったね。ヘリコプターがバン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 撃ってきて、もう爆発していく中逃げ惑いながら戦っていったりとかですね。戦うってヨーヨーでですか？ヨーヨーじゃない、ヨーヨーでヘリコプターを引きずり落としますから。やだもうすごいんだからヨーヨーがね、もはや核兵器。今言ったような話の前提の説明を映画ですからやんないといけないじゃないですか、はい、それを全部冒頭20分間ノンストップアクションでそれをね見せていくんですよ。ここがね、日本映画にないことで、日本映画って結構言葉で説明しちゃったりとか、ナレーションで説明するの一切なしで、ハリウッド映画みたいにわーっとその20分間アクションやっていく中で設定が分かるようになってるっていう、これがね、かっこいい。斬新ですね。で、その中でだんだん南に感心してないだろ、そこは感心した、大丈夫、本当に感心した、はい、この普通の女の子だったのがまた戦場に戻るわけなんで、戻るんですけど、いい表情してるんだよね、その時がね。その時にですね、やっぱりもう一回頼りになるのはそのかつてエージェントだった西脇なんですよ。で、この西脇を呼ぶんですよね、はい、この、ね、呼ぶシーンはかっこいいんですけど、神宮外苑のあの並木道に待ち合わせるんですよ。そうすると外車に乗って西脇が現れると、左ハンドルで歩道にいる西先に久しぶりだなって言ってサングラスを取るんですけど、この時の蟹江敬三さんがアラン・ドロンみたいなんですよ。かっこいいよ、かっこいいんですよ。日本人に見えないで。だから南陽子ファンにはあの外苑のあの通りはね、聖地って言われてるんですけど、かっこいいよね、かっこいいんですよ。でね、このね、久しぶりだなっていうのに蟹江さんのね表情が素晴らしいんですよ。要するに久しぶりだなんですけど、蟹江さんのその、まあ、西脇としてはようやく彼女を普通の高校生に戻してあげられたんですよ、はい、なるね、そうなんですよ。でも自分を呼ぶということは何か事件が起こったということなんで、久しぶりに会えるのは嬉しいんですけど、一方で事件に彼女がまた巻き込まれてしまった悲しさもあるんで、その内場にしたね、蟹江さんの表情がね、素晴らしいんですよ。 この映画の蟹江敬三一番かっこいいよね。蟹江史上、蟹江史上一番かっこいい。蟹江さんもいてね、そうなんですよ、名優中の名優で、鬼平含めて素晴らしい芝居たくさんやってますけど、この映画の蟹江さんがね、すごいんですよ。蟹江史上最高。で、その強敵に向かっていくためにですね、新兵器を作るんですよ。それが超合金の究極のヨーヨーって やっぱりヨーヨーなんですね、はい、ただこのヨーヨーがもう合金で集められたものすごい重いヨーヨーなんですよ、はい、で蟹江さんがその届けに行くんですよね、戦いの準備をしてる南陽子のところで、はい、届けに行くとガバッて渡しケース開けると、ヨーヨーが究極のヨーヨーだったんですよ。笑ってるよただね、この時の蟹江さんがいいんですよ。つまりこのヨーヨーをできれば使わせたくないんですよ、はい、だからね、絶えず南陽子の顔が見られないんですよね。
でずっと目線外したんですよ。何で使わせたくないんですか。あの実はこのヨーヨーが重すぎて、はい、なぜのヨーヨーの16倍の威力があるんで、16倍の威力があって4倍の重さがあるんだよ。カニエさんのセリフが投げすぎると、うん、手と肩の筋肉が破壊される、骨が砕けて再起不能になってしまうっていうセリフなんですよ。できるだけ投げるなって。そう、弱ってもね、武器だからね。武器なんですよ。投げるともう日常に戻れなくなるんですよ。その武器を渡さないといけないんです。彼女は戦うためにはもっといいのなかったのかな。ないんですよ。ないんだよ。なんでかってこのね、イブマソトさんがその学園長の敵の、これがとんでもない強い、強いから実はターミネーターなんだ。ターミネーター、イブマサトさんはターミネーターなんです。ターミネーターって最後に分かんない。分かるんですよ。でスタークスからすごい合金のを使わないと勝てないんですよ。金属の塊だから、ね、金属の塊だから、ね、金属の塊で金属対金、それを使わせたくないんだけども渡さないといけないっていうことで、ごめんなさいね、はい、ターミネーターヨーヨーじゃ倒せないんじゃない。そのでもね、いやリアルが見て、はい、分かりました。見るとでもね、はい、そのね、でこのヨーヨーの使う南野陽子の芝居がまたうまいんですよ。一回投げてはって肩をね押さえるんですよね。そうしないと肩の筋肉が、ね、どんどん破壊されていくんだよ。だから本当苦しみながらやっていくし、で途中でその洗脳された学生たちに取り囲まれて戦うシーンがあるんですけど、できれば彼らとは戦いたい、彼らを救わなきゃいけないわけですから。そうですよね。でももう洗脳されてるんで、倒さないといけないってなった時に、許し通せって言いながら投げるんですよ。戦いたくない。そうなんですよ。だから心としても辛いんですよ。しかも重いからまた辛いっていう2つの辛さを南野陽子背負って、うん、あの学生たちにヨーヨーを投げていく。このまたね、切ない表情が燃えるわね。燃えるんですよ。このね、苦しみもがく南野陽子の表情というのが本当にね、素晴らしいんですよね、これはね。ね、呆れてないですよね。いや、呆れてないです。はい、いいよ、これ本当に。最後さ、泣いちゃったもん。泣きますよね。泣けるよね、これ最後。最後どういうシーン。まあまあ、要するに自己犠牲のがあるんですよね。これちょっと、何人か他にも出てるので、ね、あの戻ってこれない、女の子が一人、女の子が一人で、はい、泣くよね。そうなんですよ。でも蟹江さんはあの南陽子に生きて帰れって言って送り出して生きて帰ってくるんですよ。帰ってくる。でその時に2人があの面と向かうけど出すシーン、その時に蟹江さんが今度こそさらばだって言うんですよ。本当の最後なんですよね、はい、でその時に蟹江敬三さんが嬉しそうな顔するんですよ。ようやく巣立つって日常に戻すことができる、うん、今度こそさらばだっていうセリフで、それを受けて南野さんは何も言わないんですよね。ただニコッと笑ってうなずくっていう、それで去っていくと。でこの今度こそさらばだって言って南野のアップになる瞬間で、主題歌の楽園のドアの前奏が流れるんですよ。この流れるタイミングが完璧なんですよね。あれは素晴らしい、ね、ここが流れてくる。だから映画史上最も完璧なタイミングで主題歌が流れる映画だと言っても過言ではない。確かに、ね、だからこれは素晴らしいよね。そうですね。その蟹江さんの今度こそさらばだでうなずくこの前奏が流れるっていうところでもううわーって、これ奇跡だ、これで奇跡曲、これがいいんだよ。このね、奇跡節とも言えるいいよね、このね、このメロディーが、メロディーがもうたまらないんですよ。ここでもう、もう誰でも泣くよ。そうですね。全米が泣いたって、ね、全米が泣いたです、本当。じゃこれ全米が泣かないんじゃないか。テレビシリーズ1年間付き合ってからさらにここで卒業を見ると、ね、本当の南野陽子の浅宮咲の今度こそさらばの卒業を見届ける形になるので。そうだよね、テレビのシリーズがあってこれだもんね。だからね、西脇と同じ気持ちになっちゃうんですよね。だからつい手放す感じで、ね、娘を送り出す父親の気持ちですよ、これは。泣くわ、泣いちゃうんですよ。ツイッターでも三島直樹さん、はい、人類はみんな泣くって言ってます。そうですよ、その通り。清新さんもすごい見たくなってきたっていうメッセージでございます、はい、でしょ、これはね、見ないのはもったいないですね。ねえ、生きてる限りは見てほしいよね。あので本当にアクション映画としてもものすごく優れたアクション映画で、日本の映画の中でここまでアクション映画として素晴らしいのはないんじゃないかと。90分の中に、短い中にものすごく凝縮されて、余計なシーン全くなく、だればなく、ザーッといきました、ね。そうですか、はい。とにかくね、はい、ヨーヨーがすごいよ。ヨーヨーがすごいですね。ヨーヨーに話戻すと、ちょっとなんか気持ちがザワッとするのは当然ですかね。あのね、見てると結構リアルな、ちゃんと芝居してますから、ヨーヨーに対して、はい、あの。気にはならなくなると思います、そこは。あの、で、あとさっきだった、火薬の量半端ないよ、ね、火薬が。そう、最後南野陽子が逃げていくところの、そうそう、後ろから迫ってくる、大丈夫、ね、
あそこ危ないですよね。もし転んでもしたら。っていうか、で大きい戦争映画みたいな、ね。戦争映画ですね。でもこの映画はまさに、ね、戦争映画ですね。そうそうそう。一つのナバランの要塞みたいなね。いやいや、本当そうです。感じの戦争映画だと思ってみてもらえるといいと思います。ぜひ世界中の人が見てほしいですね。はい、アメリカにも通用します。それは、はい、前例で。ワールド。必ず前例がなく。ワールドクラスの戦あのアクション映画です。はい、あのメジさんからこの映画めちゃくちゃ原作の雰囲気があるんだっていうことをおっしゃっていますね。原作はそういうね、結構戦争とか厳しい世界を描いたものでしたからね。さあ、今日はスケバンデカをご紹介いただいたこのコーナーですが、次回の春日さんの登場は来月ではなくて9月の8日ということになります。次の作品はまた殺伐とした感じですね。陰惨とした時代劇の中で最も陰惨とした作品になると思いますね。1962年中台達也さん主演、小林武蔵監督の切腹という映画で、はい、暗いな。暗いです。もう本当に嫌な映画ですよ、これは。陰惨な、もう暗さしかないという、全面にわたって暗い、でも面白い映画です。面白いですね。はい、ぜひね、皆さんこれをねご覧になっていただけるようなお話させていただきます。とりあえずスケバンデカ、ね、まずは今日夏はスケバンデカ、夏休みのスケバンデカで燃えるということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。春日太一の金曜映画劇場、ナビゲーターは映画史時代劇研究家の春日太一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。時刻は9時27分、音楽です。映画スケバンデカオリジナルサウンドトラックから恐怖の地獄場。ここで道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。中国道は吹田方面に向かう上り線の宝塚西トンネル付近で清掃作業のため追い越し車線が規制されて8キロの渋滞です。反対の下り線は宝塚東トンネルで2キロ半の渋滞。近畿道の吹田方面に向かう北行きは摂津北インターで2キロ渋滞しています。和歌山県内の阪和道と湯浅御坊道路は雨のため広川インターと稲見インターの間が最高速度50キロに制限されています。ご注意ください。阪神高速道路の状況です。16号大阪高線は天保山方面に向かう西行きの阿波座付近に故障車が止まっているため走行車線が規制されて森口線に伸びて宮古島まで7キロ渋滞しています。この先は天保山を先頭に4キロ渋滞しています。5号湾岸線の南港方面からの西行きは住吉浜出口で2キロ、3号神戸線は須磨方面に向かう西行きが生田川を先頭に芦屋まで10キロ渋滞しています。一般道路の状況です。大阪新御堂筋は梅田方面に向かう南行きが北区茶屋町付近を先頭に吹田市内に伸びて10キロの渋滞です。この渋滞の中、新淀川大橋では乗用車同士の事故のため左側の2車線が規制されています。気をつけてお通りください。京都の国道1号線は大津方面に向かう東行きの山科区山科大塚で乗用車3台の事故のため右側の車線が規制されて2キロ半渋滞しています。以上、日本道路交通情報センターの城代がお伝えしました。